この先一時停止です。嘘でしょ、この先は天国だよ。あ、どうもこんにちは。こんにちは。青森どこ？そっち？ありがとうございます。こっちだ。おはようございます。今起きた。なぜ箱田さんが好きになったか、心の中と頭の中にはこの気持ちは、この考えはありますが、声に出して伝えたいと思います。あー、最高。何週間か前にここの部屋にトーニーポの方が来て、ミハイさん、すごい箱田さんのビデオはいっぱい作ってますね、その考えを教えてくれて記事にしませんかというお願いだったので、多分何回聞かれても全部の気持ちは伝えることはできないです。このままの僕だし、いや、やっぱりそれ忘れた、あ、それも言うの忘れた、いろんなことがあっていつも全部言えないです。箱田さんに初めていたのは24歳の時でした。それまでにはモヤヒルズで初めてスノーボードをやって、そしてある日イギリス人の友達は、ミハイ、箱田さんに滑りに行かない？モヤのすぐ後ろにあるよ。行くよ。最初は蚊帳の茶屋に車を止めて、ミハイ見て、雪がいっぱい。雪が大好きな僕はその茅の茶屋の雪を見て、まあそれは車と同じぐらいの高さの雪を見て、うわー最高だー、さあどこから滑るのと聞いたら、ミハイ、もうちょっと待って、まだだよ、次はロープウェイでタモヤチ岳1320メートルまで連れてって、そしてなんと快晴、その前の夜は50センチぐらいの雪が降って、どこから行けばいいか、どこから滑ればいいか分からなくて、とりあえずフォレストコースに行きました。山によく行く人たちは、ミハイよくいたね、50センチの雪降ってよくフォレストコースに行ったんだね。なぜか最初の斜面は急なんだけど、その後平らなところが長いです。その景色、その風のない青空と樹氷の中を滑るのが夢だと思いました。ここは天国じゃないかなと思いました。この24歳の僕は初めて箱田に会って、それがスタートだったんです。箱田さんに教えてもらったことは、友達を作った方がいいです。箱田さんに何回か行ってる間にある方に会いました。その方はヤマハイというグループのメンバーの一人、ミハイも入ったらと教えてもらった時は、僕いいよとしか言えなくて、その日から陽気な皆さんと一緒に箱田さん、それから東北にあるいろんなスキー場や山に登り始めました。もう一つ箱田さんに教えてもらったことは、朝早く起きること。朝早く起きること好きですか？まあどっちかというと僕も好きじゃないんです。まあ朝起きたら1回目を閉じて開けて、5時、もうちょっと寝ると、次の瞬間ちょっと山が待ってる、ちょっと無理して起きましょう。そして起きてゆっくりと、まあ半分寝ながら準備して、朝ごはんは軽く食べて、そして山に向かうと、運転してて、そしてどん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 目が大きくなって景色を見て、朝は苦手ですね、けど2分ぐらい無理して自分の体をベッドから持ち上げて起こしたら、絶対いいことがあります。三門のとこじゃなくて箱田いたら五門のとこもあるでしょう。朝早く起きることは大事です。もう一つ箱田に教えてもらったことは、よく準備すること。もちろん山を楽しむためにはスキーもしくはスノーボードが必要ですよね。その周りのギアも大事ですよね。ストックからグローブからヘルメットからゴーグルから体を温かくしてくれるウェアから、温かい靴下、そして温かいネックウォーマーが大事ですね。けど登山をするには温かい気持ちをちょっと抑えた方がいいです。なぜか登ってる間にあまりにも暑かったら汗をかいて頂上で寒くなる可能性があるので、ちょうど良い暖かさで登った方がいいですね。そして
バックカウントリー滑るときはやっぱり他の道具が必要ですよね。例えばシャベルとかゾンデとかビーコンとか、まあなどなどちょっとずつ集めた方が大事ですね。山行くときは何があるかもしれないので、その道具がないよりはあった方がいいですね。僕も準備することが必要です。箱田さんから学んだことは、スキーも覚えた方がいいと思いました。今まではスノーボードやったんだけど、スキーで滑ってみたら好きなところで止まって、その自然の中をゆっくり見ることができて、鳥の声を聞いたり、何もない何の音も聞こえないところでゆっくりとビデオ撮ったり写真撮ったり、それから最も大事なのは何にもしないこと、ただその自然の中にいて思い切り息をしてありがとうということは大事だと思いました。ありがとう。箱田さんから学んだこと、山で頭、心と体が一緒になって登山をして、その自然を楽しむことができます。山を登ってる間に多分普段使わない脳の部分がいつもよりこう血が回ってきて、ある血管が元気になって、新しいアイデアが頭の中にこうポン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 咲いていきます。とにかく山についての勉強は山ほどありますけど、ちょっとずつ年を重ねて、ギアを重ねて、まあいろんな状況、いろんな能力を重ねて、まあいつかもっと自信持って山を楽しみたいと思います。箱田さんはその一つの山です。実は私が箱田さんにいて幸せになった日々いっぱいありました。最初は雪の中で自分の犬と散歩して、外はなんて気持ちいいですね。その次はもやいて、その次は箱田にいて、さらにさらに幸せになりました。人間はやっぱり動くために生まれたんでしょう。そして人間は自然の中で生きることは当たり前なんでしょう。これからも自然の中にいて、もっと自分のこと、それから周りにあること、そして周りにいる方たちについていっぱい覚えたいんです。箱田さんありがとう。学んだことがいっぱいです。これからも教えてください。東日報の記事に載るのは僕じゃないことは分かりますが、箱田さんが乗るからこそ嬉しいです。さて見てください、この天国、大文字で TENGOKU。 あ、白鳥がなんとだろう、50頭ぐらい飛んでるんだ。そっちは北だから戻るんだ。ああ、もう春が来る。昨日も岩木山に登ってた時に白鳥がいっぱい飛んでました。まあ青森の冬は長いので、次回のビデオは岩木山に登ります。楽しみだね。僕もなぜかドローンを出して風のない岩木山の頂上を撮影することができました。楽しみだ。また次回。 See you! ヘバね。